山下智久と平野紫洋、夢の共演、黒鷺続編で送る道の感動。ある日、エンターテイメントの舞台裏に新たな用が差し込んだ。それは、かつてジャニーズ事務所を旅立った山下智久と、その後の道を突っ走る平野紫洋が、2025年にドラマの舞台で再び共演するという噂だった。しかも、そのドラマはかつて二人が主演した、黒鷺の続編とされ、ファンたちの期待は頂点に達していた。 山下智久がジャニーズ事務所を去ったのは2020年10月。その後も彼は俳優としてのキャリアを静かに積み上げてきた。そして2022年には NHK の正直不動産に出演し、9月にはヒュルーのドラマ、神の雫スラッシュドロップス・オブ・ゴッドにも登場した。来年4月には漫画、ブルーモーメント、ブルーモーメントの原作に基づく連続ドラマで主演予定との報道もあった。 この噂の舞台裏には、最近の動きが影響しているようだ。トバーでは、山下の代表作である、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命、の配信が開始され、お気に入り数は32.4万件という数字を記録。これはリアルタイムで放送されているドラマと同等の人気を誇っている。ナンバー、愛の平野仕様との共演に対する期待も高まっている。山下は2006年に、クロサギで主演し、 平野は2022年10月にリバイバルされた同作で主演を果たしている。近年は続編が相次いでいる中、平野の活躍も著しく、黒崎、続編が具体的なものになりつつあると芸能ライターが語る。ドラマの続編制作には通常、1年以上の準備期間が必要とされる。しかし、平野と山下のスケジュールを考慮すると、最も早い場合でも2025年の連ドラ枠が狙われるだろう。 この二人の共演が実現する日はもうすぐかもしれない。それを想像するだけでファンたちは興奮の渦に巻き込まれそうだ。これには一末の興味深さも添えられる。新たな物語がどのように展開され、二人のキャラクターがどのような魅力を放つのか。クロサギの続編が視聴者にとってどんな新たな魅力をもたらすのか、期待と興奮が入り混じった気持ちでいっぱいだ。こうした噂や新たな展開は、 エンターテイメントの世界に常に新しい風を吹き込んでくれる。時折、過去の名作が新たな息吹を受け、視聴者の心をつかむ瞬間が訪れる。それはまるで、昔語りのように感じられるが、同時に未来への期待と興奮が交錯する瞬間でもある。エンターテイメントは常に進化し、新しい才能や物語が生まれる中で、ファンたちはその一部となり、期待と興奮を分かち合っている。 山下智久と平野紫耀の共演が果たされるならば、それはまさにその最たる例と言えるだろう。こうしたエンターテイメントの舞台裏には、俳優や作品だけでなく、視聴者の期待や感動も深く絡んでいる。新しい展開がもたらす感動は、単なる物語の続きではなく、視聴者と作品の交換の一環となる。そして、その感動が一つの作品を特別なものへと昇華させるのだ。 果たして、新たな、黒サギのキラが視聴者にどんな感動をもたらすのか。2025年、その枠が上がる日が待ち遠し、い。ファンたちにとっては、まさに未知の世界への扉が開かれる瞬間となるだろう。エンターテイメントの舞台裏で繰り広げられる物語は、時に現実を超え、夢のように魅力的なものとなる。これからも新たな物語が次々と生まれ、私たちを感動と興奮の渦に誘い込んでくれることだろう。 新たな物語の舞台に立つ山下智久と平野耀の冒険が視聴者をどれほど引き込むのか、その期待感が紡るばかりだ。